どうも、こんばんは、NM です。今回は東京ぐるりインボーク、早速ですね、第1弾って言っていいのかな、ガシャ来てますね。プレミアムガシャ冊子かさかっこ冊子いやー、この名前使うんだね、プレミアムガシャっていうまあいいけどさ、まあなんて言うんだろう、カルナバルガシャとかみたいにインボークガシャみたいな、そういうのが来るんじゃないかなと、そのなんていうの、面影ってグルカルのさ一例があるからさ、こんなプレミアムって出されたらそりゃ後々来るでしょみたいな、そういう予想は立てれるよね。そうですね、窓とアモンということで、2枚引けたらいいなと思うんですけど、石もそこそこあるし残しておきたいんで、どうしようかな。これ1回何連だ、待って、ちょっとね、確率見ようか、確率。3、待って、2%。ちょっと待って、なんでだ ?SSR、なるほど、ピックアップ。ピックアップが 2% か。なんで、なるほど、なるほど。まあ、確率的には、SSR の確率的には変わってないと。ピックアップを絞ってきてると。いうことで、まあ、それ絞ってるわけじゃないと思うんだけどね。SSR が出れば、その中で、出る確率はまあ高いと。そうだな、まあいいんじゃないの、 SSR の確率自体は絞ってないから。つかこのピックアップ、そうか、別に絞ってるわけじゃないな、いいや、これでいくか。50なんだ、なんか前のやつって40じゃなかったか、これ。10連で40だよな。まあいっか、行きましょう。50個も使うからな。とりあえず10連で単発4回でいくか。ほんで50個石残すっていうあれでいこう。とりあえず単発を4回引いて、今回10連でさ、SR 確定でも何でもいいや、そういう付加効果って多分ついてなかったよね。さっきちょっとよく見てなかったけど、ついてなかったような気がする。あれやね、レアレア、ノーマルとかありえるけど、あれやね、王子さん。まあインボケは、なんか最初からクイーン系装備してるからさ、それどうなのかなと思って。クイーン系ごとにキャラ出そうとすれば、まあそれはなんて言うんだろう、ガシャのラインナップのレパートリーも増えるんだけど、まあ、組み合わせがない分さ、ちょっとうーんって感じ。まあ予想ができないな。グルカルはクイーン系がバーってあってさ、いろんな組み合わせができたけど、インボケはどうなるのかな。キャラがとてつもなく増えそうな予感。単発渋いのかもしれないな。スキップ、入り見かやさん。こいつって言ったらあれだけど、ゲームなんか見るたびに顔変わってるような気がする。ジェイルの時の顔は一番草だよね。なんか10連でそこまで負荷価値がないならば、俺は単発を引きたい派、単発強になりたい。バチバチ来ねえかな、来なかった。スキップ、単発でいい、単発でいい。10連引くのなんか怖えわ。じゃあ単発でいくわ。単発で生かしてもらいやす。あと11回。その方が楽しみも増えるしね。おお、バチバチ SR だろ。紫、前のバチバチはこの時に紫だと、なんかあれなのかな。便強だ。俺これ初めてかもしんない。ニューキャラクターって書いてるから初めてだ。いやでも、3D モデルは文句ないわ。普通にカグネも綺麗だしね。欲を言えばあれが欲しかった、イラストが。本当にね、フルカルのイラストが良すぎたんだよ、あの書き下ろしのさ。誰、スタッフが書いたのかな、わかんない。どうやってあれだったんだろう。スキップしましょう。入り見かやさん、これ、とつれるんじゃないか、かやさん。俺、かやさん持ってたよな、多分。
あと9回。インポートパスワード。うわ、やばい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 。こんなことしてたらバッテリーがなくなる。いつもの。窓さん、アッキーラ。そっちの窓じゃねえんだよな。充電がなくなることへの不安感が。え、マジバチバチ来ねえじゃん。スキップ。ひなみか。ひなみの SSR 来たら引いちゃうかもしれないな。だ、季節物とかなんか来そうで闇だよな、なんか。だ、バチバチ来ねえ。やべえ。これ爆死の可能性あり。なお、ローディング、投げ投げ投げ。あと6回。なんかガシャの演出すげえかっけ。紫ポットがトラウマすぎるんだよな。おお、バチバチ頼む。オッケーこれ SSR っすわ。来い新しいやつ頼む。なんだ、ウェイアモン、かっけえ。なんだこいつ間違ってる。え、な、目つぶってんの。あ今目つぶってんのか。オッケー、アモンゲット。はい、アモンゲットしました。とりあえずあと窓さんかな。これなんかまたワンチャンコンプできそうな。2回目コンプしたら次3回目もコンプしなきゃいけないんじゃないかっていう雰囲気になりそうで怖い。これは、あー、スキップスキップスキップ篠原、あ、あ、いや、なんでもない、ごめん。え、篠原って、あ、そうか、向こうの篠原はあのなんかあれだよね、戦闘服って言っちゃ悪いけどさ、あれ着てんだよね。かっ、甲冑じゃねえな、甲冑じゃねえ、なんて言ったらいいんだろう。はい、スキップ。入り見かやさん、これマジこのガシャ中にとつれそうな勢いなんだけど、こいつ自己主張激しすぎ。あと3回いきましょう。あ、アモン出てくる時の演出めっちゃかっこよかったんだけど、堂島ぐるぐる回してる。おお、バチバチ、なんだなんだ、おい、あ、SR か。ワンチャンあるかと思ったんだけど、ワンチャンなかった。なんなんだろう、瓶でいいよ。白黒ってあったっけ、白黒のやつ。うわー、出た、ヒットスマ。平穏を望む涼子さん、やめてくれ、こっちを見ないでくれ。かわいそすぎて、もうあれだわ、皮肉だな、このプレミアム。窓とアモンがさ、ピックアップされてるガシャから涼子さんって皮肉すぎるだろ。さあ、来ねえかな、あと2回で。来てくれたら神。うお、来た、来い来い来い、頼む頼む頼む。あ、なんでだよ、お前、思わせぶりな態度やめろ、マジで、ガシャ。最後の方になって演出を、こう、確定演出をさ、量産してくるっていう。何なんだろう。涼子さんはやめてね。開くか、ニューキャラクター、ラストいきますか。いや、でもまあアモンが出ただけでもよかったか。というわけでラストいきます。ほい、うおー、バチバチ、お、これはこれは、なんなんこの確定演出の嵐。でこっからさ、核変みたいなの起きないの。あ、それは無理か、無理すぎた。ヒラコ、はい、ということで、ちょっとアモン見に行きますかね。ボックス内に収まっててくれるかな。あ、これどっから見るんですかね。キャラリスか、キャラリスで SSR アモン、 SSR アモンいた、こいつですね。敵単体に 350% か。おっと、危ない、あと 10%。 アヤトが240だっけな。
それはまあ、アヤトは240っていうのは全体攻撃なんだけど、スキルブーストで 525%。 単体か、敵単体で出てくるボスっていたっけ。今んとこいないよな。いや、成長で、成長、いや金か、金か成長、どっちかはボス単体なん、取り巻きがいねえんだよな。まあ、そこの周回早くなるかもしれない、ワンちゃん。ああ、100%だよ。なるほど。まあ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 、いいでしょう。うん、引けたしいいや、満足満足。ということで、今回はプレミアムガシャ第1弾ということで、ピックアップのガシャキャラ1人でも引けてよかったです。というわけで、また次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。